山本昌人、山崎武史とプロ野球山々話。プロ野球生活32年、50歳まで現役を務めた山本昌人。プロ野球生活27年、セ・パ本塁打王に輝いた山崎武史がプロ野球界のマル秘エピソードを披露。トークテーマはくじ引きで決定。次のくじをよいしょ。あ、これだね。契約更改。今旬の話だね。そうですね。だいたい選手がね、こう一人で、向こうは2人か3人だよね。どこの球団もそう？そうですね。だいたい査定、でもね、僕楽天の時は3人いたかな。3人？球団代表と査定と。あともう一人いたような気しますけどね。ドラゴンズは社長も入る時あったけどね、俺は。そうですよね。社長と代表と。やっぱり大物は結構。査定と3人で。そうですよね。だから結局日本のね、そのシステムってのは昔からこう統一契約書があって、その相手球団側が3人か2人、でこっちは1人なんで、じゃあ代理人をというね。だってやっぱり交渉ベタな人が丸め込まれちゃいますもんね。逮捕さんなんか結構揉めてたけどね、毎年。まあね。もう頭きちゃうなって言っていつも言ってたもんね。いや、僕も揉めたこともありますけどね。僕ね、ちなみに1回も保留したことないの。あ、そう。まあその下交渉っていうのがあるからね。そうそうそう。最後はね。で94年だけ保留しなさいって言われたことがあって球団から。その時は。2年連続最多数だったので、お前を球団としては山本君をその球界最高投手年俸にしたいということを言ってくれて、じゃあ今日は来たけど金額は出さないから巨人の斎藤君の動向を待ちましょうということで、その日はこうやってまあ記者が保留も何もないです、金額が出ませんでしたっていう記者会見や、斎藤さんをずっと待ってたけど、斎藤さんも待ってるわけですよ。山本。球団との駆け引きだね。そうなんです。それたら1回もやんないんですよ。12月のクリスマスになっても。で僕はクリスマス終わってすぐにもういいですかやりましょうと。いやだって昔って大御所はだってクリスマスだったよね。そんくらいだったよね。ね、大体そんなこんなトップバッターなんてありえなかったですよね。あれだからまあ今回のねドラゴンズの特集なんだけど。本当だ。クリスマスにやってた。そうだから斉藤さんはね。年明けですよ。そしたら僕にちょっと乗っけて、その年大した成績じゃなかったの。なんだけどやっぱジャイアンツプライドがあるんで、それに乗っかりたかったな1回ぐらい。ジャイアンツプライドにやられてさ、斉藤さんはその次の年のあれかな、オープン戦であったのかな。それまずありがとうなとか言ってね。畜生。僕はね、契約更改でやっぱり一番印象的だったのは。オリックスに行った時に、まあ僕オリックス行った時に2年契約で行ってたんですよ。ドラゴンズで3年してトレードになっちゃったもんですから2年契約してて、でまあ名古屋にオフで帰るじゃないですか。でね、契約交渉はもうあそこの当時のグリーンスタジアムのところで契約交渉で印鑑をして帰ってくるんですけど、でその契約の日に嫁さんが調子悪くなっちゃって。ほんでね、下の娘が見る人がいないもんで、下代さんが調子悪いもんで、じゃあまあいいよ俺連れてくわ言って、契約交渉に娘連れてったことある。いやもう金額のことはね、もう現状だからいいから、まあいいかなと思って新幹線乗りたいっていうもんで、まだあれ小さかったですね、3歳で2人で。行って前代未聞だねそれ。前代未聞です。新聞にも書かれましたもん。契約更改に娘。俺娘はその僕とね球団代表が話してる隣でお絵描きして、お前そこで書いとけって言って、球団代表がびっくりしてましたからね。まあいやうち調子悪いもんで仕方ないですよ。まあその頃僕もちょっと開き直っとったもんですから、そんなことぐずぐず言われるたら言い返したろうと思ってたんで。そう娘を連れて契約をしていたことあります。それはすごいね。すごいでしょ。多分新聞に出ましたもん。いや今までで1人じゃない。娘連れて契約更改って。いや他いないでしょ。いないと思います。そうそう、そんなことありましたね。やっぱりじゃあドラゴンズとオリックスもやりましたね。楽天もやってるよね。どの球団もなんかイメージは違うの？なんかこう楽天がね面白くて、1年目行った時に契約更新やった時には「お疲れさん」っつってて、楽天のいろいろなこう契約のね査定の仕方あるんだけど、山崎の今年の活躍度は74,324,421円なんだねってね、1円まで言うんですよ。はあみたいな。さすがだね。 IT だね。え、どういうことですかって、いやこういう数字が出てんだよって言われたから、まあ代表やめてくださいと。プロ野球選手が1円100円1000円ね万円の話したないもんでって、まあはっきり言ってね5,600万とか6,000何百万ね100万単位の話させてくださいよ。でそれを1年単位で言うのは、それ球団はいいですけど選手には言わんでくれと、夢がないと、なるほどね、何円なんていうのはそれはあかんですよって言った時、そうなのかなって、まあ、野球のことはあんまり知らない、分かんなかったから、でもあと一つはね、やっぱりこの楽天の良かったところはやっぱり活躍してる選手、まあ、例えばグッズとか、そういうものに対してのそのなんていうの売り上げは当然もらえるじゃないですか。それプラスやっぱり人気料をくれるんですよ。これグッズの収入はね当然くれるじゃないですか。あれくれたっけ？いやくれない。いやドラゴンズありましたよ。いやドラゴンズじゃカードじゃない？テレビゲーム。いやいやあったっす。ありましたありました。本当？それはグッズ何%って決まってあるんですけど、それの売れ行きによってそのこんだけのやっぱり人気があるっていうと、人気のねあれをね加算してくれるんですよ、給料。じゃあ田中マー君とか相当。いや田中マー君、あの当時はマー君、岩隈、僕と島だったんですけど、それはね査定にねこう上乗せしてくれるんですよ。いいね。そういうところはちょっと斬新でしたよね。どうなんだろうな、今回のドラゴンズの契約交渉を見てると、初めから給料上がらねえよって言われたら契約交渉いらないですもんね、まさにね。そうだね。それは絶対僕言っちゃいけない言葉だと思いますよね。だからもう一つはね、やっぱりこの他球団の主力が始まる前にドラゴンズ主力から始めてたでしょ。それがダメだよね。だからちょっと周りとのさじ加減が分かんないので、交渉材料もね自分たちの材料じゃなく、他球団のこの選手これぐらいっていうのを見てないんで、やっぱ保留しなきゃっていうのはね、なんとなく福谷君なんかそういうようなニュアンスのような気がするんで、だから一発目に高橋周平が契約しちゃうもんで、これ以上はやし上がらねえよっていうこともね。だからやっぱりこれ駆け引きだからね。だからまあ本当に多分まあドラゴンズはドラゴンズでまず主力からやりましょうってのは、もしかしたらそのお金のねこれだけのベースのお金の中でまずはそっちに振り分けましょうってことはあったと思うんで。だから多分ね、野球ファンの方は分かってると思いますけど、大体の予算っていうのはね、今年のドラゴンズの選手の年俸総年俸はいくらって大体球団はもう決めてるんですよね。そこでやっぱり優勝とかいくらすになると予算をじゃあちょっと増やそうかとか、ただ今年に関してはね、やっぱシーズン中の収入っていうのはまあ球団の方ね、本当におそらく例年の3分の1ないと思うんで。ですよね。そう考えるとまあある程度ね、この話し合いでさちゃんと、できない部分もあると思うけど、それはやった選手欲しいしね。そうですよね。120試合とか久しぶりに A クラスになったし、前は優勝しなきゃ上がんないよとか A クラスにならなきゃ上がんないよって言われてたはずなんでね、まあ、難しい問題だと思いますけどね。でも上がる選手は上がってるんでね、その辺はちょっとまあやっぱこう浮かばれない選手って出てくるけども、阪神なんかでも意外とこう、やっぱ厳しいなっていうふうに思えるし、まあそこはね今年は特殊だったんで。まあだから僕はそこを例えば他球団ドラゴンズだけじゃなくて12球団足並みを揃えて 5% マイナスとか 10% マイナスからやって、それはもう選手としては最大限のもうこれ誠意ですよっていうところをやればね、揉めないと思うんですよね。まあ揉めは減っただろうね。お金に汚いとかお金にグズグズ言うなってよくこう言われることってファンの方から僕らもあったですよね。けどでもやっぱり生活かかってるんで、やった時にもらわないよね。もうそんな40も50もやれる職業じゃないので、ダルビッシュが言ってましたけど、やっぱり野球選手であるなら夢をね、夢が欲しいよね。欲しいですね、やっぱね。はい。まあこれから入ってくる子のためにもね。はい。次回はご覧の日時に配信予定。気になるテーマは「乞うご期待！」。